はい、どうも、タイタです。モトです。本日はですね、はい、ブライトンの市場価値ランキング、はい、いやーということで来たよ、はい、はい、ブライトンはやっぱりね、うん、まあ、ビッグシックスでもないですし、ね、うん、もう最近勢いのあるチームで有名じゃないですか、うん、でまあ、三笘もそうですけど、うん、中堅のチームがこんだけ勢いあると、うん、市場価値もどんどん上がってるんじゃないのかなっていうことで、ね、うんうん、まあ、みんなビッグクラブからいつ引き抜かれてもおかしくない状況の選手がたくさんいるということで、はいはい、そういうチームの市場価値ってめっちゃ気になるじゃないですか、うん、そうね、気になる。なんでね、まあ、はい、三笘選手の市場価値もね、うん、気になってるということで、うん、今回はね、はい、モットンがブライトンの市場価値をランキングでね、うん、調べてきたんで、はい、で僕はねこれ知らないんで、まだ知りません、まだちょっとね予想していく感じで一緒にね、うん、皆さんも一緒に予想できるようになってるんで、はい、まあ、ブライトンファンの方もしいたらね、はい、ちょっと一緒に僕たちで予想しながらランキングを楽しみたいなということで、はい、じゃ早速やっていきましょうか。早速いきましょう。じゃあ僕じゃあ21位から予想していいですか。はい、で僕ちょっと一応メンバー表見てます。一応ね、はい、21位でしょ、うん、ってことは絶対俺まだ若手だと思うよね、うん、市場価値がね一番低いところからだね、うん、俺じゃあマジで言っていいですか。うん、マジマジでやってみます。ブオナノッテで、あー、あのね若いね、うん、正解はスティールです。ええ、スティールってあのキーパーの、キーパーのスタメンだよ。いやいや、今ゴリゴリスタメンじゃん。そうだよ、ゴリゴリスタメンなのにそんな順位低いの。そう、年齢的もあるよね多分。年齢が32歳。あ、だからか。そうだね、年齢高いと市場価値下がるもんね。うん、まあ日本円で約1億4000万。じゃあ移籍金1億4000万で払えば、払えばあとはスティールと交渉できるってこと。そう、えぐ J リーグ取れるよ。確かにスティール取れるよ、ね、取れるよ J リーグ。もうちょっとこれもう俺出鼻くじかれたな。ねえ、じゃあ次20位ですか。20位こそ俺ブオナノって言っていいですか。いや20位こそ20位こそブオナノって、はい、正解はララーナです。嘘でしょ。ガチゴリゴリスタメンじゃん。そう、え、ララーナ何歳だっけ。34歳。あ、これちょっと俺の方針変えた方がいいね。変えた方がいい。ちょっともう年齢高い人低いんだ。そうそうそう、やっぱ売るってなるとね、うん、年が邪魔するから、ね、そうだね、未来を考えて他のチームは取るからさ。俺なんかブオナノッテにめっちゃ申し訳ないことしてるじゃん。安いと思ってる。そう、安いと思ってるブオナ最低。ちなみにラナナ2億1700万。ああ、うん、まあ確かに実力と関係ないですからね。そう、うん、そう。次は19位ですか。はい、じゃ年齢高い人からぶつけてこうちょっと、うん、え、俺そしたらもうマジで当てるよこれ。いいよ、ダニーウェルベックで。おお、なるほどね、年齢高いからね。32歳。はいはいはい、正解いきます。アヤリで。ここでここでここで若手来るんかい。ここで若手。あ、アヤリね。アヤリ、いや、アヤリももう最近だもんね。そう、ちなみに今19歳。いや、アヤリはこっからすっごい行く。こっからね、一気に上がるから、ね、いや、あれは行くに決まってるもん、うん、5億7000万。あ、でも高いね。高い、急に桁違うね。これちょっとね、上がってくる。お、じゃあウェルベックとか、じゃあそう考えると高いね。そうね、そう考えるとスティールとか低すぎるな。そう、さすがに低すぎる。さすがに低いな。うん、じゃあ次18位。18位いきます。いや、ここでアヤリ来たんでしょ。そうだよ。じゃあ俺また方針変えていい。いいよ。またブオナノってね。俺ブオナノってこのチャンネル見てたら俺殺されるわ。やばいね、ブオナノって。正解はサルミエントいきます。ここで。え、サルミエント。うん、え、サルミエント結構もうイケイケじゃない。だって知名度もあるでしょ。ねえ、だから今20歳、金額7億2000万。あ、まあ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 、サルミエントもこっからの選手だもんね。そうだね、こっからね、もっと来ると思う。あ、サルミエント俺めっちゃ高いと思ってた。 ね、俺もね、高いと思ってたけど意外とここなんだ。今じゃあ次17位か。次17位。え、ブオナノって。いや、待って、お前ブオナノって常に言ってるやん、もう。いや、でも若いからさ。まあ若いもんね。え、じゃあブオナノってもう一回行くよ。俺ブオナノって出るまでブオナノってだよ、俺もうこれ。はい、正解ウンダブです。ここで。ウンダもなんやかんや26歳。あ、まあそうだね。うん、で、まあ金額が8億5000万。ああ、あとまあゴリゴリスタメンってわけじゃないもんね。そうだね、うん、じゃあ16位。16位。え、ここでじゃあ俺ウェルベック行くわ。お、ウェルベックとボーナーの手で行き来してる。はい、正解はウェルベックです。よっしゃ、素晴らしい、1ポイントゲットだ。素晴らしい、1ポイントゲット。値段が11億5000万。いや、ウェルベックすごいね、うん、32歳で。32歳。いや、高い高い。若かったらもっと高かったっていうことになるよね。よし、俺今1ポイントね、うん、さあ次15位。ガチでやってたよな、ブオナノッテだな。ここで。いや待って、意外とブオナノッテさ、うん、結構序盤試合出てたじゃん。あ、結構出てた、結構。途中交代とかもさ。そうで、最近さ、アヤリとかも。あ、そうね。え、俺意外と遠視層の方が低い可能性あるな。あー、なるほど。サルミエントとかの方が低いわけだもんね。うん、うん、俺ちょっと遠視層で。遠視層、はい、正解はブオナノッテです。なんやねん。ブオナノってめっちゃ腹立つな。ここで、ここで顔出してきた。俺が透かした時にブオナノって来んな。
ちなみに13億円です。まあ、うまいからね。うまいからね。だって今18歳だよ。これからだよ。これからだよ。だってでももう十分高いね。十分高い。うん。じゃあ次14位っすね。14位。はい。ちなみに、14位同一です。はい、あ、もう一緒ってことね。一緒ね、一緒。なるほどね、遠視層で。おー、遠視層、はい、はいはいはい。まず一人じゃ答え合わせお願いします。一人目、はい、ファーガソン。ファーガソン14位か。はい、14位、値段14億。え、てかファーガソンスタメンの率さ、遠視層より高いじゃん。うん、そ、まあでも関係ないのか。そうね、関係ないんだね。じゃああともう一人ね。もう一人、え、その年齢的にもだな、そしたら、うん、フェルトマンってまだ出てない。フェルトマンまだ出てない。お、フェルトマン31歳じゃん。はいはいはい。え、俺フェルトマンワンチャンあると思うな、そしたら。ああ、なるほど、はい、フェルトマンです。いや、来た、素晴らしい。あ、フェルトマンとファーガソン一緒ってことか。一緒一緒一緒。なるほどね。で、次じゃあ12位か。12位です。ちなみに残ってる人言う。はいはい、あ、残ってる人言ってくれるとありがたいです。コルミル、はい、ランプティ、ヤクブモデルちょっと待ってください。ヤクブモデル。ヤクブモデル。誰ですか。ヤクブモデルです。まあこれはね、あとあと。ヤクブモデル。ヤクブモデルです。今出てきた人たちよりも高いの。高いよ、高い。高い。え？もう一応放置しましょうか。一応ね。はいはいはい。ダンクとエンシソ、マーチ、エストゥビニャン、カイセド、サンチェス、ウェブスター、マクアリ、ミトマ。結構いるよ。ヤクブモデル。え、今次12位だっけ。次12位ね。だってヤクブモデル知らんもん。いるのよ。俺ランプティかなって思ってたけど。おお、なるほどね。いや、ヤクブモデル俺知らなすぎるから、さすがにヤクブモデル出しとこうかな。じゃあ12で、はい、正解はエンシソです。え、ヤクブモデル出てないよね。出てない。だって今俺データ見てるけど出てないよ、一試合も出てないよ。出てないの。なのに演出の方が低いってこと。うん、去年出てたんかな。あ、そういうことはね。そうそうそう。いや、演出はもっと上がるよね、絶対。ちなみに15億8700万。なるほどね。うん、19歳。で、次が何。次が11位ですね。11位っすか。はい。いや、さすがにヤクブモデルでしょ。さすがに。さすがにヤクブモデル。さすがに意味わからんもん。まあそうね、はい、正解はヤクブモデル。いや、でしょうね。はい。いや、え、ヤクブモデルってさ、じゃあ出てないわけでしょ、はい、今年、うん、で、こんだけ上にいるってことはさ、うん、え、多分めっちゃうまいよね、多分ヤクブモデル。いや、相当うまいと思うだよね。うん、24歳。ちなみに身長190cmのミッドフィールダーらしい。そう、ミッドフィルダーもでも2種類あるじゃん。その、うん、アタッカーとボランチ系。うん。ヤクブモデルの俺プレイスタイルがマジでわからんわ。ちなみに、ブライトンに移籍して一気に市場価値上がってる。じゃあ多分もともとすごいんだよね、多分ね。まあね。去年すごかったってことだよね、多分ね、じゃあヤクブモデル。うん、去年出てる子はね。最近のブライトンしか俺ら知らないからね。そうね。ヤクブモデル知ってる方いたら。そう。だから今、怪我でね、出れてないけど、もしね、復帰したら。あ、そうだね。ね。次が10位です。トップ10ですね、ここで。トップ10、こっから来るよ。え、ランプティ。正解はランプティ。よっしゃ、だよ。素晴らしい。いや、ランプティなんか、うん、でも前のチームチェルシーなんでしょ。そうなのよ。まあ、それは高いか。それは高い、うん、ちなみに21億4500万。うわ、なるほどね。うん、22歳。次は9位ですか。次9位です。いや、結構地味に当たってきてんな、はい、うん、まあもう絞られてきてるからね。そうそうそう、だんだん。え、俺もこっからちょっと簡単な気がすんな。うん、え、俺サンチェスだな。サンチェス。ああ、サンチェスね、キーパーね、はい、キーパー。はいはいはい。正解はコルビルです。うわ、コルビルか。ここでコルビルです。ちなみにコルビル23億1000万。え、そう、コルビルって価値高いね、うん、そう考えると。結構20歳で。そう、若いからね。うまいしね。うん。次8位ですか。次8位。8位も2名。あ、8位が2人いるってことね。8位。だから8位7。1人は俺サンチェスだと思うな、さすがに。ああ、さすがここでね、うん。はいはいはい。なるほど。もう1人は？エステピニャン。あはは。いいとこ行くね、はい。はい。1人目。はい。ダンクです。ええー。ここで。まあ、年だからか。まあまあ、31歳。もう1人。マーチ。え、マーチ低ない。ここね、マーチなの。え、マーチ俺トップ5入ってると思ってた。ねえ、まあおそらく年齢かな、28歳。あ、意外と言ってんだもんね。意外と言ってるんだよね、うん、まあまあ年の割には綺麗やばい。いや、綺麗えぐいよ。綺麗えぐいよ。すごいな。まあそこ2人ね、同率で25億。次何すか。次6位ですね。6位1人ですか。6位1人です。エステピニャンか、うん、エステピニャンかサンチェスだと思う俺絶対。あー、エステピニャンで。はい、正解はエステピニャンです。だよね、はい、エステピニャン高いな意外とね、うん、29億です。まあ、年齢が25歳。まあ確かに分かりやすく能力高いもんね。そうね。次がいよいよトップ5っすか。来るよ、トップ5。ちなみにトップ5、5、4で2人被ってます。え？いや、1人は絶対サンチェス。あー、なるほどね。もう1人。キーパーだからね。うん。いや、ウェブスターでしょ。え、ウェブスターまだ残ってんの？まだ残ってる。え？じゃあ俺ウェブスターとサンチェス。あー、まあ。2枚抜き。まあ、まず1人、ウェブスターです。おー、やっぱりね。はい。続きまして、三笘選手。嘘でしょ？ここで三笘選手です。
え、低ない？まあ今のところ市場価値ではまあそうなってるっていう。俺三笘は1位ぐらいだと思ってたよ。俺なんだろう、2位とかだと思ってた、まあね、うん。ちなみに値段が31億7000万で、次は3位、もうトップ3ですね。いやこれは絶対当たるわ、うん、サンチェス、さすがに。さすがに正解はサンチェスですだよね。まあね、いや俺こっからは当てれるよ。2位マッカーディスター、うん、1位カイセドでしょ。正解。いやだよね。ちなみに各選手のちょっと値段言うと、はい、サンチェスが46億、はいはいはい、マッカーディスター60億6000万、うわすごい。でカイセドが78億6000万。カイセドな。いや俺カイセドが1位なのかなって思ってたんよ、うん、で俺マクアリ三笘カイセドだと思ってたの。ああはいはいはい。か、まあ、三笘マクアリカイセドだと思ってたんよ。うんうん。そしたらサンチェスすごいね、意外にね。ここでってことはさ、うん、結構ビリの方にいたじゃん、あのスティール一番下だね。いやそれで今スタメン変わっちゃってるもんね。それすごいよね。何起きるか分かんないね、マジで、うん、まあ、サンチェスちなみに25歳若いね。うん、あの顔で25歳。確かにもう悟り開いてるよ、マジで。市場価値って何を基準に決まってるの？ねえ、分かんないよね。三笘低いな、まあ、ということで皆さんはどれだけ当てれたかなというか、はい、うん、いやー難しいな、うん、まあ、マッカーリスターと回線は高い匂いするけど ね、うん、あともう予想外のヤクブモデル、ヤクブモデル、いや11位ヤクブモデルドンピシャいけたやついる？相当ポイント高いよこれ。相当ポイント11位のヤクブモデル当てたやつもう優勝だよ。優勝だよ、うん、まあということでね、はい、ちょっとバラエティ系の動画だったんですけど、うん、まあ、この動画がねちょっと面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。